都営浅草線5 5 0 0型のアクセス特急運用が開始しました。東京都交通局は今日26日、浅草線5 5 0 0型のアクセス特急運用を開始しました。都営浅草線5 5 0 0型は日本らしさとスピード感が伝わる車両を開発コンセプトとし、老朽化した5300型を置き換えるため2018年にデビューしました。 2022年2月現在、1編成のみが残る5300型では、時速 120km での運転に対応していなかったため、都営車の成田スカイアクセス線乗り入れ運用が設定されていませんでした。昨年9月に、時速 120km での運転に対応する5500型最終編成が出場し、全編成の製造が完了しました。これにより、今回のダイヤ改正より、 5500型のアクセス特急運用が開始しました。都営者による成田スカイアクセス線内での営業運転は今回が初めてだということです。これで2月26日の経営 B ニュースを終わります。